はい、皆さんこんにちは。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。アート好きの方はもちろん、そうじゃない方も今後の生き方のヒントになると思うので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。今回は前回に続き古典絵画の見方第2弾やっていきたいと思います。まあ、今日はね、こう実際にどうやって見るかを、まあ、ちょっと有名な受胎告知っていう絵を取り上げて解説していこうかなと思います。はい、お久しぶりですね。お久しぶり。でもあれだよ、前回のやつ見たよ。ああ、見ました。見た。大体分かってたのって感じ。本当ですか？本当本当。大体分かってた。若干ほら、苦手というか、なんかあんま知らないとこあるじゃないですか。まあ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 。まあまあ、言ってみればね。うん。じゃあ今日はそういうのを教えてくれるっていう動画でしょ、これ。そうですね。うん。はい。何？古典絵画の見方？うん。じゃあ絵見ながら、ごちゃごちゃ言っていく感じですか？そうですね。はいはいはい。まあ最初に言ってしまうと、まあこう、見ればいいのかポイントは、2つだけです。まあ1個目が、まあ何が書かれてるのかを知ると。二個目が、だったら同じテーマの、テーマでね、同じテーマで描かれた他の画家の絵と比べてみるっていう。うん。まあ、これだけです。じゃあ早速行きましょうか。はい。じゃあまずこの絵なんですけど、ルネサンス時代の有名な画家、サンドロ・ボッティチェルリの受胎告知なんですけど、まあ内容的にはキリスト教で、まあ宗教絵画と呼ばれるものなんですけど、平尾さん、受胎告知って知ってますか？受胎告知はあれよ。キリストさんがこう、お腹にね、身ごもっちゃったよっていう。まあ、そうなんですけど。そうだよね。だいぶざっくりですね。まあ一応言うと天使、左が天使ガブリエル。キリストが妊娠したことをセブンマリアに告げて、まあセブンマリアがそれを聞いて、こうリアクションを取ってるっていうシーンなんですね。まあここでポイント1なんです。具象絵画っていうのは、まあ、そもそもまあこのまず何が書かれているか知らないと、わからないと。こういうシーンだっていうのが、わからないとわからないですね。まあ宗教がね、物語みたいになってるからね。うん。うん。あ、なんか色綺麗だなとか、なんか人物うめえなみたいな感想しか出てこないわけですよ。まあこれを知ってると多少こう、見方も変わってくるっていう話なんですけど、うんうん、で、もともとこう宗教画っていうのはこう、まあ昔字の読めない人が多かったんで、こう聖書の内容をわかりやすく説明するために書かれてたっていう側面もあるんですね。なので、まあ当然知ってるでしょうっていう体で提示してるわけですよ。そもそもの話が。だからまあ、具象絵画っていうのは、私も知っていますけど、あなたも知ってますよね。という、こう、暗黙のルールみたいなものがあって、成立していて、この関係性が崩れてしまうと、そもそも具象絵画っていうものは成立しない。で、まあ、とりわけまあ、こう、古い絵っていうのはさ、まあ、ギリシャ神話とか、まあ、キリスト教とか、まあ、僕たちね、こう、東洋人が、大多数の人が、こう、あまりこう、馴染みのない、題材が多いわけですよ。まあ、ここがまずとっつきにくい点であるんですけど、ただこう知れば知るほどね、まあ、いろんな見方ができて、まあ、面白くなっていきますよっていうものなんですね、古典絵画っていうのは。まあ、ただしですね、まあ、これちょっと最低限で、まあ、これだけではちょっと不十分なんで、まあ、次が今回の2個目の重要ポイント。ポイント2です。見比べてみるっていう。じゃ実際見比べて見ていきましょうか。まずこちら。まあ、同じこうルネッサンスのフィリッポ・リッピ。まあ、リッピはボッティチェリの師匠なんですけど、まあ、だいたい40年、ボッティチェリの作品より40年くらい前に書かれた同じ題材の作品なんですけど、どうですかね。いろいろ違う点とか、気になる点あるんじゃないですかね。こう比べてみると。うん、そうだね。やっぱこの背景に、なんかいろんなもの書かれてるよね。うん、師匠の方が。ああ、リッピさんの方が。うん、まあ、人がこう、描かれてたりとかね。うん、まあ、鳩がいたりとか。うん。なんかこういうのが、そうそう。結構ね、違いなんじゃないの？うん。鳩書かれてるとか。言いましたけど、まあ、これ結構ポイントで、結構こう宗教画としか神話書かれてるものには、それ自体がちょっと意味を持った、象徴されたシンボルみたいになってるわけですね、書かれてるものが。まあ共通点もあると思うんですけど、まあ、例えば、まあガブリエルが花持ってるじゃないですか。まあこれ百合の花っていうのは、こうまあ純潔で、まあ聖母マリアをそもそもが表してる意味があったりとか、まあ鳩はですね、こう神の意思を伝える精霊。って意味があったりとか、まあそういうのを見ていくとさらに面白い。で、書かれてない、書かれてなかったりするんで、まあこの辺もなんか面白いんじゃないかなと思うんですけど。まあリッピさんの方なんかいろいろいますよね。上の方にも人いるやん。あー、仙人みたいなやつですね。うん。それはね、置物？神です。一応キリスト教一神教なんで、うん、これが、まあなんかこう主役級がこんなちっちゃいのかなるんですけど。ボッティチェリさんの方は、やけにシンプルなんだけど、これは意図的なんですよね。それは意図的なんじゃないですか。うん、一応なんかその場面に神様が登場したっていうのは
こう書かれてないらしくて、うん、だから結構なんかその人によってはなんか誇張して登場人物増やしたりとかしてるらしいんですよね、どうやら。まあ、神様の周りにはね、天使がいたりとかするんですけど、まあ一応名前とかあって、まあ、ケルビムっていうらしいんですけど、なんか4つの頭と4つの翼を持つ天使らしいんですけど、上位天使っていう、まあそんなのがこうちょいちょい登場してると。あ、まあ、ボッチリの方がちょっと感情豊かになってるかなと。感情表現が豊かになってるかなと思うんですけど。次行きましょうか。もう違う時代の作品も見てみると結構面白いんで。まあ、このバロック時代のルーベンスさんの作品なんですけど。まあ、もう表現自体がだいぶ違うんで、まあ、それだけでも面白いんですけど、なんかありますか？バロック的だなっていう。ああ。うん、なんかもう舞台。舞台ね。舞台っぽい。うん、だいぶ、ガブリエルも。イケメンに書かれてますけど、うん、まあガブリエルがね、こうなんかメッセンジャーらしくて、何かお告げをつけるときはこうガブリエルが登場するとか、まあそういうなんか決まりがあるんですけど、まあ上にはさっき言ったね、こうケルビンとか、まあ、そんなのがいるんですけど、ハトとかも飛んでるもんね。ハトも飛んでる、ね。これはリッピさんの、うん、なんか背景にちょっと近しい。あ、そうですね。神様はいないですけど、うん、割とこう、うん、メッセージ。を含んだ登場人物みたいなのがね。そうですね。割と描かれてる。うん、ただ絵はね、すごいこう、劇場的な感じになってて。うん、まあ、これはなんか物語性強く描かれてる、ね。そうですね、うん。なんかより、大げさっちゃ大げさなんですけど、なんかドラマチックな感じで描かれてますけど。まあ一応なんか着てる服の色とかもね、結構マリアは大体青なんですけど、まあそれも共通してたりとかするらしいんですよね。まあまあ結構意味があったりとか。すると。まあ、こういう違いをね、見ると。まあ、どっちが好きかとかはあると思うんですけど。まあ、またまた、いろいろ面白かったりするんで。もう一つ見ましょうか。これだいぶ違うんですけど、19世紀に入ってからの、イギリスの作家ロセッティの作品なんですけど。これ今っぽい、なんか、病院っぽくない？普通に。ああ、なるほどね。普通になんか。なるほど、なるほど。あ、妊娠しましたみたいな。うん。いや、ちょ、天使ですかね。告げてんの。なんか病院の診察じゃないんですけど。まあただね、こうやっぱね、そう思ったらしいんですよ、当時の人たちも。これだって後ろのさ、うん、なんかこうついたてみたいなとかさ、あ、病院にありますよね、これ、うん。うん。一応ね、それはね、空らしいです。え？空を表してるらしいです、ついたては。あ、ついたて？青いついたては。でも空別に窓に空描かれてる。なんかその、それもなんかやっぱ聖母マリアを表す。なんか、純真とかそういう意味があるらしいんですけど、この青ね。まあ、ほら、青い服着てんじゃん、マリアって、それも。まあ、青は結構、マリアのカラーで。まあ、それを表して、そこにかけたんじゃないかって言われてるんですけど。まあね、だいぶこの作品、やっぱね、平田さんの言った通り、相当叩かれたらしくて、おかしいんじゃないかと。まあ、19世紀って、やっぱもう写実主義出てきてるんですよ。そうなると、要はなんかこう、大げさに描くのやめて、ちょっともうちょっとリアリティ追求しようよ、つって。で、追求しすぎて叩かれたっていう作品なんですけど。これなんで受胎告知かって分かるかっていうと、一応この3つが揃えば受胎告知ですよっていうのがあって、まず百合の花。ああ、持ってますよね。ああ、うん。で、ガブリエル。天使ガブリエル。で、マリアがいると、もう受胎告知なんですよ。で、一応なんか天使の輪っかみたいなのついてるでしょ、頭に。あ、それが。これ天使の輪っかなのかな。そう、天使の輪っからしいですよ。帽子かぶってるわけじゃないですか。ねえ、なんかね、何なんだろう、みたいな、うん。どんな角度であってもなんか正面向いた感じで描くみたいなルールがあったらしくて、当時。よくわからん。うん、ただなんか変な感じになってるんですけど。まあ、ところどころあるんですけどね。まあ、羽生えてなかったりしますけど。まあまあ、言われてみればね、そんな頂上の存在が鳥の羽みたいなの飛んでくるかって言われると、飛んでこないような気もしますけど。まあ、だから結構リアリティ。追求したっていう作品で、まあ、とりわけ結構変わってるらしいです、やっぱこの作品。なんかちょっと普通にしすぎちゃったみたいなね。うん。で、まあなんかこう、象徴するものだけ残して、普通にしすぎたっていうか、多分それがリアリティだったんだと思うんですけど。逆になんかね、神々しい方がリアリティあるような気がしないでもないけど。まあね。まあでもどっちが本当に、それってなんか結構面白くて、平子のところって。結構なんかその、昔の絵に引っ張られちゃってるっていうか。それの方がさ、こう物語性もあるよ。確かにそうですよ。でもどっちが本当にリアルかなって言われたら、まあ、ロセッティの方がリアルなんじゃないかな。あの、マリアの表情とかもよく見てほしいんですけど、うん、まあ、いきなりさ、こう、ね、天使が来て、うん、
こんな、そんな、なんかこう、行為もしてないのに、妊娠しましたよって言われたら、はい、そうですか、みたいな感じにはならないし。だから結構怯えて、マジですかみたいな感じになってるわけよ。ロゼッティの方は。あ、なるほどね。うん、確かにマジですかみたいな顔に見える。えぇ、ー、みたいな感じになってるわけです。嘘でしょみたいになってる。そうそうそう。これは結構、だから、ね、そういうとこは、すごいリアルに書いたんじゃないかな。そんなリアリティいるこの話に。確かに。確かに。まあ、俺はだからそれを言ってるんですよ。まあ、そんなリアリティは、いらん。逆にリアルじゃねえんじゃねえかな。ああ、なるほどね、うん。ちょっと冒涜だと。まあ確かに冒涜とまで言えない。冒涜かはわかんないけど。そうかな。そんなリアリティ、それ逆に、なんかあんまいらないんじゃないかなって、思ったっていい。ああ。うん、割となんか俺は、面白いですけどね、ロセッティの作品の、うん。ただ、面白さはあるんじゃない、うん、ちょっと、まあ、実験的じゃないけどさ。まあ、そんな感じだったんだろうね、うん、きっと。うん、まあ、ただね、まあ、この辺出したじゃないですか。うん、まあ、ロセッティが所属したグループ。めちゃくちゃ叩かれたんですよ、この辺。それ以降、そのグループ内で宗教を書くのはやめようってなったらしいです。うん、まあ、そういうことが起こったっていう、結構、曰く付きの作品なんですけど。はい。まあ一応見てもらったんですけど、まあどうですかね、こう比べると結構面白いんじゃないかなと思ったんですけど。うん、確かにね、うん。まあ比べて、これはこう、これはこうみたいな、うん、まあそういう話になる。そうそうそう、うん。まあやっぱ時代や画家が違えばね、まあ全然違った見え方するし、まあそうやってどんどん調べていくと、今みたいにいろいろ気づいたりとか、こう知識が溜まっていくと。で、まあさらに面白くなるっていうのが、こう、古典絵画の。見方なんじゃないかなと思うんですけど。はい。わかりましたよ。うん。やってみましょうね、これはね。うん。まあ、あとなんかこの後ね。まあ、お気に入りのね、まあ、好き嫌いあるだろうから、やっぱり。まあ、画家が見つかればね、まあ、その人のことをもっと調べてみたりしてもいいと思うんで。まあ、そういうやり方したらどうかなと思います。でね。まあ、一応ここまで来たら、まあ、少しちょっと突っ込んだ話しましょうかと。うん。思いまして。そんな古い絵そもそも見る必要あるのかと思うじゃないですか。そうですか。思わないですか。わかんないけど。まあ、思う人もいるかもしれないですか、うん。ちょっと具体的なメリットっていうのもちょっと考えてみたんですよ。で、一応制作側と、まあ一応鑑賞する側っていうので分けて話すんですけど、まあ制作してる側としては、単純にこれ技術の習得になると。まあやっぱ上手いんで、まあどんな技法を使われてるかとか、まあそういうのもね、こう、どんな技法で書かれているのかっていうのを分析して模倣すればね。まあ、ほんと上達の近道になります。間違いないです、これは。次はですね、こう新しいものの創造のヒントになったりすることもあると。まあ、例えばほら、平尾さんの好きなサルバドル・ダリなんてさ、うん、まあ、当時の新しい考えとかさ、うん、まあ、思想であったりとか、まあ、科学であったりとか、そういうのに、この古典の技法とかさ、うん、テーマを持ってきて、まあ、新しい視点とかを生み出したわけじゃないですか。ああ、そうです。でも決して古いわけじゃないですか。古いものを使ってるけど、これは新しいってなったわけじゃないですか。うんうん、だそういうのが結構意外に使われてるから、まあ、古いからといってこう、いや、古いからもういいよみたいな感じでないがしろに扱うのはちょっと違うっていうところです。うん、これ制作者からね。で、鑑賞する側としては、まあ、やっぱね、こう作品の理解度が全然違うってくるわけですよ。こういう、知ってると。違う視点で見れるようになると。まあさっき説明したダリのように、近代や現代にも、こう古い絵画の影響があるものが結構多かったりするんで。まあアートっていうのは、まあこう、過去から何らかの影響。まあそれがカウンターであるにしろ、同調するにしろ、まあそういう影響があって、まあそれが繋がってできていると。知識が多いほど面白いものなんだと。まあそうだよね。いうことなんですね。まあさらにこう、ビーズっていうのはこう、その国の宗教であったりとか、まあ、思想、まあ、経済とか、まあ、政治とか、まあ、そういうものを結構反映してたりするんですけど、まあ、より深く知ればこう、まあ、自国や他国の歴史の理解にもつながりますし、まあ、うまく使えば、まあ、割とこう宗教の話とか政治の話って結構難しいところあるじゃないですか。なかなかこう、おいそれと。国が違えば全然話していいものなのかっていうところがあるんですけど、結構美術っていうのは、割とこの共通言語で、割と軽い話題なんですよ。なんで、まあこう、うまく使えば、結構そういうコミュニケーションツールとしても機能するっていうのがあるんで、うん、結構学んといて、損することはない。まあ日本にだけに住んでれば、それほど
使う機会っていうのはもしかしたら多くないのかもしれないんですけど、まあね、いきなり明日ね、オーストラリアに引っ越すとか、そういうことも起こらないとも限らないんで、将来ね、海外で暮らすとか、そういうこともあると思うんで、まあぜひね、学んどいても損はないんじゃないかなと思います。まあでもね、うん、なんか多分この、うちの動画見てる人とか、うん、まあ俺とかもそうなんだけど、うん、まあ多分興味ある。まあまあそうですね。多分興味あるんで、普通に、はいはい、うん。ただ、興味あって美術館とかよく行くし、うん、じゃあそれ説明しろって言われたら、うん、そこまで詳しくねえんだよね。まあそういうレベルの人いると思うんだけど、うん、まあそういう人たちって知りたいから、うん、うん、なんか今みたいなこういう話ってすごいね有益なんじゃないって今俺聞いてと思ったんだよ。ああ、そうですね、うん。よかったですね。やってよかった。意外とわかんないで見ちゃってるとかもあると思うから。そうだね。うん、まあ全部が全部まあ結構膨大だからさ。うん、全部が全部把握してるわけじゃないから、はい、やっぱこう、展覧会とか行ってよくわかんないなっていうのとか、うん、ああ、いや、これ知ってりゃもっと面白いのかなって思う作品に出くわしたりとかするんでね。うんうんうん、まあ、ちょっとずつでもいいから、学んでいくとね、まあ、いずれそういうのも、あ、こういうことだったのかとか、分かったりして、より楽しいんじゃないかなと思います。はいはい。うん。まあ、じゃあこれ、このなんか、プチ勉強家みたいなのは、今後も続いていくわけですか、うん、これ。まあ、たまにちょいちょいやろうかな。ああ、なるほどね。まあ、今回、こう、西洋美術だったけど、うん、そのうちね、本当日本の、まあ、僕たち日本人なんで、うん、意外に知らないじゃないですか。日本の美術とか、うん、あれって、まあ、それってどうなのかなと。まあ、今回これやってみてちょっと思ったんで、まあ、そういうのもちょっと、準備ができたら、やろうかなと思ってます。確かに。はい。まあ、この古典美術ね、うん、まあ、今日本って言ったけど、まあ、西洋の方も、今ね、これルネッサンスのところやったわけで、うん、まだまだ長いじゃないですか、歴史。うん、まあ、そういうのも、ちょいちょい教えてくれるってことですか？そうですね。見方ね。はい。わかりました。はい。じゃあやっていきましょうね、これ、はい。はいはい。はい、今日は古典絵画の見方についてお話ししましたけど、いかがだったでしょうか？まあね、いっぺんに見るのは大変なんでね、本当に多分少しずつでいいと思うんで、まあ学んでいったらどうかなと、まあ僕たちも一緒に学んでいったらどうかなと思います。このチャンネルではアートミュージックカルチャーの情報を発信しています。よかったらチャンネル登録、まあ、動画への高評価、まあコメントね、本当励みになるんで、まあいつも書いてくれてる方はちょっとありがたいんですけど、まあ何でもいいんで、ぜひ書いてください。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。